皆さん、プリベット、こんにちは。ナイステです。元気ですか？皆さん、今日はね、やっとね、久しぶりにラーメンを食べに行きたいと思います。そう、実はね、日本にも、1ヶ月くらいいるんですけど、まだね、私の一番大好きなラーメンを食べに行ってないんですよ。なぜかというと急にね、親知らずが痛くなっちゃった。そう、なんか急に入ってきて、でなんか痛くなって何も食べれなかったんですね。まあ一応食べてたんですけど、でもちょっと痛みを我慢しながら、でも歯医者のところに行ってほぼすぐ治りましたね。薬飲んだら。そうでやっとね、痛みが収まったので、私の好きなラーメンを食べに行きたいと思います。今日はね、豚骨ラーメンを食べに行きたいんですけど、でもちょっと今日は普通の豚骨ラーメンじゃなくて、なんか面白い豚骨ラーメンを食べてみたいと思います。で今はちょっと用事でスカイツリーのところにいるんですけど、見える？スカイツリーって綺麗ですねで、そう、ここでね、どういうラーメン屋さんがあるのかなって調べた結果、今日行くお店にしました。で皆さん楽しみにしてくださいね。じゃあ行きましょうか。はい、皆さんもうラーメン頼んだので待っています。すごく楽しみにしてます。あとお腹もすごく空いたので、はい、皆さん、ラーメンが来ました。うわ、すごく美味しそうです。じゃあ、ちなみに麺は普通で、私は硬い麺はあまり好きじゃないので、普通か柔らかめの方が好きですね。だからちょっと伸びても私は気にしない。ロシア人はほぼ全員みんなそうです。じゃあ、温かいうちに食べてみたいと思います。あとね、ここニンニクもたくさんあるので、ニンニクもちょっと後で入れようかなと思います。ちょっと比較しながら。でもこれは普通の豚骨ラーメンじゃなくてエビ豚骨ラーメンなので、ちょっと最初スープ飲んでみたいと思います。あ、本当だ、エビの味がします。なんか豚骨ラーメンなんですけど、ちょっとエビの味がしますね。おいしい。じゃあ麺と一緒にね。はい、いただきます。おいしい。やっぱりラーメンって最高ですね。一応ベラルーシでもいくつかのラーメンを食べたこと、試したことあるんですけど、やっぱりね、日本のラーメンね、一番最高です。特に豚骨。チャーシューも懐かしい。柔らかくて、なんか炙り味がしますね。ちょっとなんか炙り寿司あるんじゃないですか。同じようなそういう炙りの味がするただね、後ろのお客さんはちょっと行ったので、こうやってちょっと位置変えようかな。あとこういうラーメン屋さんの好きな点は、なんかここでね、なんかいろんなソースがあって、それは多分餃子用だと思うんですけど、今日はちょっとラーメンだけ、餃子はちょっと次にします、後で、ニンニクとかもね、私ニンニク大好きなので、誰ともね、会わなければその後はニンニクね、好きに食べてもいいんですよねその後誰かと会ったら、ちょっとずっとマスク外さないようにしないといけないですねおいしい、めちゃくちゃおいしい。わあ、幸せ。太らないように頑張らないといけないんですね。ラーメンってすごくおいしいから病みつきになる。もうずっと食べたくなる皆さんはラーメン好きですか？どういうラーメンが好きですか？一応ね、私の一番の好みは豚骨ラーメンなんですけど、でも醤油ラーメンとか味噌ラーメンとかも好きなので、今度ねまた試したいと思います。久しぶりにね、だってもう1年半くらい食べてないからラーメンをやっと食べれるようになりました、日本に来て。
あと半熟卵もすごく好きです、うん、めっちゃ美味しい。なんか豚骨ラーメンってなんか独特な匂いがすると言われてるんですけど、なぜか私はそんなに感じないんですね、うん、なんででしょう。逆になんかいい匂い感じますね、うん、めちゃくちゃいい匂いします。味も、うん、最高、うんうん、日本でラーメン屋さんが多くて、うん、最高です。なんかロシアでも一応ラーメン屋さんあるんですけど、美味しいラーメン屋さんもありますね。でもベラルーシだとあまりなくて、まああるんですけどなんかちょっと味は微妙に違う。なんかそのお店を作っているのはあの日本人ではなく、あのベラルーシでね、まあ、現地の人ベラルーシ人が作っているので、ちょっとベラルーシ人向けにあの作られていますね、うん、そう。だから味はちょっと違う。なんかブロッコリーとか入る時もあるし、チャンピニオンとか、あのマッシュルーム、うん、入ってる時もありますね。あとなんかいろいろトマトとか。あ、でも日本でもトマトラーメンありますね。私は食べたことないんですけど、ちょっと今度食べてみようかな。いろいろねラーメンにチャレンジしたいんですよ。あといいのはこうやってね、水なんかまあ普通に無料で飲めるんですよね。なんかロシアだとそう、水はあまり出ない。一応出るカフェもあるんですけど基本的に出ないんです。だからあの別途で飲み物を頼まないといけないんですね。お茶とか、うん、コーヒーとかジュースとか、まあ、いろんな種類があるんですけど、スムージーとか。そうでも思い有料なので、ここで無料で、まあ、普通にね水飲めるのは最高です。ちょっとラーメンを見えるようにしたかったんですけど、ちょっと遠くになりましたね。見えるかな、微妙に見えないね。こうやって、お、こうやって見えるか。じゃあ、あのちょっとニンニクも入れたいと思いますね。その後は誰とも合わないからいいと思います。なんかニンニク入れるともっと美味しいから最高で、混ぜて混ぜて。皆さんはラーメンにニンニク入れますか。せっかくね、たまにたくさんニンニクあるので、うん、あとニンニクについて聞いたのは、なんか新鮮の状態で食べるより、なんかちょっと切って、まあ、あるいはすりおろしして、で、まあ5分とか10分、あるいはもっとなんか置いといて、でその後は食べた方が、あのいろんなね、あの体にいい成分が出てくる。だからここにあるニンニクはあのめちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。ね、体に多分。あくまでも聞いた情報なので、うん、実際にそうかどうかわからない。めっちゃ美味しい。なんか今日はちょっと天気悪くてたまに雨降ってるんですけど、まあ雨の時にちょっと気分が下がるじゃないですか、まあ、ちょっとだけね。でもこうやってね、美味しいラーメン食べたら気分がまた上がります。もう雨はどうでもいい。って感じ。麺はもう完食です。でもあとネギもねあるので、ネギも好きでちょっとスープと一緒に食べます。ネギって美味しいね。はい、皆さん食べ終わりました。あ、まあ見えないかもしれないんですけど、スープだけはちょっと残しましたね。そう、なんかスープってすごく油っぽいので、まあ最後までねちょっと飲みたくない。美味しいけどすごく飲みたいけど
最後まで難しい。はい、皆さんもう食べ終わってすごく幸せ、なんかすごくお腹空いてたので、でその後美味しいラーメン食べて、うん、満足です。はい、皆さんもうお店から出ました。とても美味しかった。もう本当に最高でした。嬉しい、あのラーメン食べれて。ね、やっとあの歯が治ったので、うん、でまあ皆さんも見てる通りまた雨が降ってきたんですけど、でも別にいいんですよ、ね、あの美味しいもの食べたから幸せに帰ろう。はい、皆さんあの最後まで見ていただいてありがとうございます。もし動画少しでも気に入ったら、ラーメンも少しでも気に入ったら美味しかったよ。高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあまた会いましょう。パカパカいい一日になりますように。